ブイトレラプトルは、白亜紀後期に、現在のアルゼンチンに生息していた、ドロマイオサウルス科の肉食性、獣脚類恐竜の属の一つである。2005年にマッコービッキー、エイプストッジア及びアグヌリン記載され、タイプ種は、ビュイトレラプターゴンゼリスオラムである。鶏ほどの大きさで、頭部は細長く、多数の小さな歯があった。人との大きさ比較ブイトレラプトルは、 比較的小型な種で、2010年のグレゴリー・ポールによる推定では体長1.5メートル、体重3キログラムである。ベロキラプトルのような北の大陸のドロマイオサウルス類とは異なる身体的な特徴がいくつかある。噴部は細く平らで非常に伸長している。葉は数が多く小型で肉を引き裂いたり刻んだりするための挙手がなく溝があり、 大きく曲がり、平たい。この特徴から記載者であるマッコービッキーラは最初、この恐竜が、他のドロマイオサウルス類のように大型の動物を、狩るのではなく、トカゲやホニ類のような獲物を狩っていたと結論した。前肢は長く、手には3本の指がある。指は、他のドロマイオサウルス類のものより、比較的短く、基本的に3本とも同じ長さで、それぞれ長さが異なり、 第2子がかなり長い他のドロマエオサウルス類と異なっている。胸郭が狭く、体全体が細長い。釜状のカギ爪がついた第2子は比較的短く、幅が広い。復元ブイトレラプトルの化石からは、羽毛は見つかっていない。しかし、ミクロラプトルやシノルニトサウルスといった禁縁種では、羽毛の保存された化石が知られている。禁縁種が羽毛を持っていたことから、 ブイトレラプトルにも羽毛があった可能性が高い。エイプストッジアによれば、これは、現在の猿に毛が生えているので、古代の猿も毛が生えた姿で復元するのと同じことで、ある。ブイトレラプトル以外では、南の大陸から知られているドロマヨサウルズ類は、南アメリカのネウクエンラプトル、アウストロラプトル、ウネンラギアとマダガスカルのラホナビスとミドーテの、 オーストラリアのドロマヨーサウルス類に似た葉の見である。この南半球での発見によりドロマヨーサウルス化がかつて考えられていたよりも後半で世界中に分布していたことを明らかにした。この発見からドロマヨーサウルス類がすべての大陸が現在よりも互いに近かったジュラキに出現したことが示唆される。マッコービッキーらは V トレラプトルの発見からドロマヨーサウルス類が出現したのは パンゲアが分裂する前の約1億8000万年前だと提案している。しかし他の研究者は後続の研究によりドロマヨーサウルスカが出現したのは1億6000万年前であるとしている。南半球のドロマヨーサウルス類は北の種にはない独特の特徴を共有しており、ドロマヨーサウルスカは北の古代の大陸ローラシアで出現し、白秋に 南のゴンドワナに移住したという別の可能性もある。発見地のラビューイトレイラでは陸生のワニ、翼竜、基地で最大の怪盗類、死のあるヘビ、イグアナ類のトカゲ、ヘビクビガメ類、哺乳類、イヨの化石も発見されている。フィールド自然史博物館のブイトレラプトル、デーノニクスの骨格キャストブイトレラプトルには、ドロマヨサウルスか、トロードンか、アビアライの特徴が、 モザイク状に見られる。2005年にはドロマイオサウルス科に分類された。被災者による系統解析の結果ではドロマイオサウルス科のウネンラギア赤であることが示された。ブイトレラプトルの発見はまた、鳥類とドロマイオサウルス類の飛行能力が独立して進化してきたものか、あるいは飛行能力のある共通の祖先から生じたものかという疑問の議論の対象となっている。 ブイトレラプトルの近縁種であるラホナビスは飛ぶことができたとする研究者もいる。しかし、飛行の証拠は他のドロマヨサウルス科のでは明確になっておらず、もし本当にラホナビスが飛ぶことができたのなら、ドロマヨサウルス科は鳥類とは独立に進化したものであると提案されている。フィールド自然史博物館の骨格キャスト2004年に4つのブイトレラプトルの骨格がアルゼンチン、 パタゴニア地方にあるサガンで、マイモニデス大学のセバスチャン・エイプストッジアとシカゴのフィールド博物館のキュレーターピーター・マッコービッキーの率いる発掘チームにより発見された。化石は、カンデレーロス層のセノマン期、中ロン期の9400万年前の地層で、この当時の南アメリカは、現在のオーストラリアのように孤立した大陸であった。化石の発掘地は、 ハゲタカノネグラという意味のラビューイトレイラと名付けられた。この場所での恐竜の化石は稀だが、近くの発掘地では、以前に、基地の最大の住脚類の一つであるギガノトサウルスが、発見されている。ビューイトレラプターゴンゼリスオラムが現在知られている、ブイトレラプトルの唯一の種であり、マッコウウィッキー、エイプストッジア及びフェデリコ・アグノリンにより命名された。 俗名は、ラビュイトレイラにちなんだ、スペイン語で、ハゲタカを意味するブイトレとラテン語で、略奪者を意味するラプターから、ハゲタカノットリアという意味である。種商名は、実際に、多数の化石の発掘と防失を行ったフェイビーン、ゴンザレス、ホルヘ・ゴンザレス兄弟に、懸命されたものである。ホロタイプ標本 MPCA245 は、部分骨格で、 生体の個体の頭骨を含む骨格である。パラタイプ MPCA238 は、右の骨盤と仙骨、右の後足である。他の二つの標本は、記載である。ありがとうございます。